宇宙歴0094。過去の栄光を求め、11人の仲間たちは冒険の旅に出た。またして全宇宙を巻き込む大戦が始まったのである。この戦いで全宇宙は総人口の半分を死に至らしめた。彼らは自らの行為に恐怖した。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは宇宙に散った。あれから1年、再び大いなる冒険の旅が始まろうとしている。幻のたこ焼きを求めてパロディウス軍団が今旅立つのだ。人はまた同じ過ちを繰り返そうとしているのか。なんでてね。実況おしゃべりパロディウス。パンパカパーン、全国の女子高生の皆さん、お待たせしました。実況のタコだよ。張り切っていってみよう。いいよ、下からやってきました。ナイスですね。上からやってきました。あ、ベルだよ。素晴らしいテクニックだよ。下からやってきました。ナイスですね。出ました、メガホン攻撃。全滅です。それ、もうちょっと、もらってナイス。ブイラほいしゃしゃ。あ、ベルだよ。青カプセル出ました。ビッグカプセルです。あ、ベルだよ。もう一丁、うまい。青カプセル出ました。やるね。出ました、メガホン攻撃。旧暦0094。過去の栄光を求め、11人の仲間たちは冒険の旅に出た。またして全宇宙を巻き込む大戦が始まったのである。この戦いで全宇宙は総人口の半分を死に至らしめた。彼らは自らの行為に恐怖した。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは宇宙に散った。あれから1年、再び大いなる冒険の旅が始まろうとしている。幻のたこ焼きを求めて
パロディウス軍団が今旅立つのだ。人はまた同じ過ちを繰り返そうとしているのか。なんでてに実況おしゃべりパロディウス